こんにちは、ケア協ニュースの時間です。このコーナーでは今週の介護にまつわるニュース3つピックアップしてご紹介していきます。今週はすべてコロナウイルス関係です。緊急事態宣言、介護施設への影響は。2、特養で入居者12名クラスター感染。3、スペインの感染死者4割が高齢者施設入居者。1、緊急事態宣言、介護施設への影響は。4月7日新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言がご存知の通り出されました。大枠の内容はこちらです。対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、福岡。期間は5月6日まで。政府の休業要請は1000平方メートル以下の施設に関しては政府が個別に休業要請。保育所、介護施設、放課後児童クラブなどは規模を縮小して実施など適切に対応していく。介護施設に関しては感染防止策を講じた上で解消していく方針としています。休業要請に関しては各知事の判断で行うことができますが、現在の各自治体の方針としてはこちらになっています。現状、介護施設への休業要請を行う自治体は出ていません。東京都が休業要請の対象としては4月10日に発表すると予定をしています。それ以外の県に関しては休業要請には消極的あるいは休業要請をしないという方針を発表しています。またこの緊急事態宣言を受けて厚労省が高齢者介護施設が休業を検討する際の対応方針あるいは施設が留意すべき感染対策を改めてまとめて都道府県を通じて示しています。この中で非常に重要なことが示されています。休業要請できる介護サービスとしては緊急事態宣言が出された地域においては都道府県知事がデイサービスなどの通所施設とショートステイなどの短期間のみ入所する施設に使用の制限や休業を要請できるとしています。また休業を要請できないサービスとして特別養護老人ホームなどの入所施設であるとか訪問介護は休業を要請できる対象ではないとしています。またデイサービスやショートステイがもし休業する際はその事業所の職員が自宅を訪問するなど代わりの方法を検討して必要な介護サービスを提供するように求めるとしています。また運営を継続する施設の感染予防策としてこちらは緊急事態宣言出てない都道府県においても感染予防策として案内がされています。まず面会の制限、緊急でやむを得ない場合を除いて家族でも面会を制限するとしています。そしてテレビ電話などを活用するよう求めています。記録に関しては感染者が出た場合に備えて施設に出入りした氏名や連絡先を記録しておくこと、そしてリハビリであるとか集団で行う活動に関しては可能な限り同じ時間帯に集まる人数を縮小したり声を出す機会を減らすようにとしています。そして万が一感染者が出た場合、感染者に関しては原則入院すること、濃厚接触者に関しては個室に移動し、個室が空いていない場合は症状のない濃厚接触者を同じ部屋にまとめてベッドの間隔を2メートル以上空けるなどしてケアを続けてくださいとしています。そして対応に当たる介護職員、マスクを着用して必要に応じてゴーグルや使い捨てエプロンも着用するようにとしています。介護のサービス、非常に生活の基盤として非常に重要な位置づけを占めていますので、こうした形で基本的な休業要請がなされていないというふうになっていると思います。一方で介護や医療に従事している方々は自らの感染リスク、ある意味で命を危険にさらして業務に従事していらっしゃるというふうに思います。ですので施設内だけでなく通勤時間などでの感染リスクを減らすためにも世の中に対しては外出やあらゆる行動の自粛というものを改めて求めていきたいと思います。またこうした形で現場の最前線で業務に従事している方々を支援していくというのを世の中にも求めていきたいというふうに思いますので、こんなサポートが欲しいという生のお声がありましたらぜひコメント欄の方にお願いいたします。2つ目のニュースはこちらです。特養で入居者12名クラスター感染。東京都大田区の特養で入居してらっしゃる男女12名が新型コロナウイルスに感染をしたという報道があります。東京都大田区の特養で感染が判明した12名のうち発熱症状がある4人に関しては入院をしています。一方で当初軽症の8人に関しては入院先が見つからず施設内に滞在をし、職員が防護服やゴーグルをつけて介護をしています。経緯としては4月1日に30代の介護職の感染が判明をして、接触の機会があった入居者や同僚へのさらなる検査の結果こうした追加の感染が判明をしています。施設内での感染力の強さを示した一例だと思います。より一層の注意をしていっていただければというふうに思います。なおその後同施設内でその他の方の追加検査の結果としては全て陰性だったとのことです。
スペインの感染者4割が高齢者施設入居者。スペインの地元の報道ではこのような報道がされています。スペインの新型コロナウイルスによる死者は4日午後現在で約1万2000人、そのうち高齢者施設の入居者がなんと4100人というふうな報道がされています。首都マドリードで約2000人、マドリード以外の地域で2100人が死亡しているとのことです。また合わせた報道として、原因としては施設職員にマスクや防護服が十分に行き渡っていないことが原因と見られています。日本ではこうしたここまでの悲惨な状況にはなっていませんが、一方でマスクであるとか消毒液というような必要物品が介護施設に十分に行き渡っていないというようなお声はかなりたくさん聞きます。ですのでこうした必要物品のより一層の優先的な配布、高齢者施設や医療福祉介護施設への配布というのを世の中に求めていきたいと思います。今週のニュースは以上です。この動画を見ていただければその週の介護にまつわるニュースが一通りおさらいできるというものを目指していきたいと思いますので、こんなニュースも取り上げてほしいというお声がありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。それではまた来週。